悪事を待ちながら俺は背中で語りかけてる。お前が本当の男なら黙って背中で語れ。いやー、気持ちのいい朝だな。毛並みを整えて主が起きてくるのを待つとするか。オリジナルの歌を歌ってるとこなんて誰にも恥ずかしくて見せられ。見てるな。聞いてた。どっから聞いてた。最初から。恥ずかしいじゃないの。分かってると思うが主には言うなよ。改めまして、みんなおはよう。調子どうよ。梅雨に入ったと思ったらあっという間に暑くなりやがって、おかげで茶色に焦げましたなんつってな。ああ、いかんいかん。今日はこんなことを話してる場合じゃないんだ。みんな一度は犬猿の仲なんていう言葉を聞いたことあるだろう。俺の中にも脈々と先祖から受け継がれてきたお猿さんへの嫌悪感があったんだ。それを一度確かめるべく伊豆にあるシャボテン公園っていうところに行ってみたんだ。サボじゃない、シャボだぜ。なぜならそこはお猿の野郎が放し飼いだからな。園内に入って3分、俺の前に奴が飛び出してきた。見てくれよ、とてつもなく可愛いんだよ。聞いてた話と全然違ってよ。俺は先祖にバカ野郎と言いたい。お目目がクリンクリンでパチクリされてみろ。危うく背中に乗せて走り回るところだったぜ。なんだこの気配は。どうしたのよ、主。主のステップだ。主のステップだ。よーてった。朝からキレがすごくねえか。わかったぞ、主。アクエリアスなんだな。それにしても相変わらず癖のある撫で方するな、主は。いやらしいぜ。お主。主。あれ主。あ、飼い主が倒れたら愛犬はどうするかっていうやつで俺を試してやがるな。まあ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 、まずは俺が冷静にならないとな。まずは冷静に主を眺めよう。ダメか。実際に、あ、なんだ、痙攣してやがる。伸びきってる。痛い。主痛いの。なんだ、何も言わねえな。どこが痛いのかが言ってくんねえと、こっちも対処のしようがねえや。ああ、参ったな。夜中の2時に起きて、クワガタなんか取りに行くからいけないんだよ。蚊に刺されて顔面ボッコボコだったじゃねえか。よし。確か、愛犬が助けを呼びに行くと、飼い主は喜びますと。タウンページ、タウンページ。主のお医者さんは、ちょっと待って、動いたか？お？動いた？主？タウンページどこよ？主？あ？気のせいか？動いた気がしたんだけどな。まあ、それにしてもタウンページがねえとお医者さんに電話もできねえな。外は暑いから走って探しに行くのは面倒だ。しょうがねえな。すいません。この中にお医者様はいらっしゃいますか？主がダメになりました。どなたか助けていただけませんでしょうか？え？この右足を噛めば起きるだって？それは臭くてこっちがダメになっちまう。参ったな。お？動いた？動いたよな。あ、やっぱり大丈夫なんじゃねえか。起きろ、ほら。ミッキーのズボンだって悲しんでるぞ。なんだその顔は。こいつ全然助けねえな、みたいな顔すんなよ。俺だってめんどくせえよ、こういうの。大慌ての汗だくでタウンページ探したぞ。俺と主はそういうんじゃないだろう。主が後ろの障子破いた時俺のせいにしてやったろ。いざって時俺はだいぶ助けとるぞ。まさか忘れてねえよな。梅雨で湿った世界を一差しで表に変えた。そんな夏の太陽とは早朝と夕方に手をつなぎ、昼間の真っ赤な太陽とは秋までしばしの別れだ。柴犬小麦と僕の三浦半島。自分の得意な場所、自分の得意な時間、自分の大好きな場所、自分の大好きな時間。この息苦しく暑苦しい世界の片隅でもいいから、自分が息のしやすい場所を知っておくべきだ。学校のあの人や会社のあの人、みんな抱えているものは違うのだから、比べることに意味はない。まとわりつくような人の目などは振り払って、自分の好きな景色を存分に見に行けばいい。瞬きをした瞬間に日が暮れているような毎日に、
焦ってしまうこともあるだろうけれど、自分の大切な時間をしっかりと抱きしめながら、僕たちと一緒にくすっと笑ってのんびり行こう。今日かいたどんな汗もきれいさっぱり洗い流して、明日も素敵な一日にしてみせよう。